はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレースですね、いよいよやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、選手のチームの方が、まあ、1軍ギリギリの人数で、とりあえず集まったので、もうやっていきたいと思います。で、パリーグの方に今回は、アレンジチーム P ですね、まあ、パワちゃんのチームを組み込んでいきましょう。もう一つね、チーム作れるほどの人数は全然足りないので、パリーグに1チーム、参戦させるという感じでやっていきます。で、パリーグのこのチームですね。で、設定的にはそうか、もう一回設定をし直さなきゃいけないんだね。打撃のコンピューター強さは全部強いにしておいて、選手の成長はあり、セリーグの DH はなしでいいでしょ。パリーグの DH はあり。で、ルール2、怪我は普通、大怪我はあり、疲労は普通、まあ、ここら辺は全部普通でいいでしょう。で、ルール3、トレードはコム同士はしないにしとこう。新人外国人、まあ、これもなんかあんまりよくわかんない人たちが入ってきても困るので、獲得なしにしよう。ドラフトはまあ、ありにしておきますか。 A とか B とかよくわかんないし、オリジナル選手ドラフト一応ありにしとく。なんかすっげえ強い人来そうだけど、まあいいや。コンピューターチームの自動練習設定、まあ、これもありにしとこう。高速試合の開始は、まあ、前回終了時スキップした時の試合結果を見る。FA とかポスティングとか、これ全くわかんないんだけどFA はなんか何年かいたらどっか行くよっていうやつだよね。ポスティングがよくわかんないんだよね。まあいいか、ありにしとこう。普通。日本復帰か。まあありだな、これは。海外現役投手じゃなくて選手の日本復帰もありにしとこう。まあこの辺はありにしとこう。よくわかんない。野球殿堂像。まあ、自分のチーム対象と。よし、これでやっていきましょう。パワーチャンズですね。あれ、変更するチーム？あ、今のってうちのチームのコンピューターの強さってこと？そういうこと？じゃあ選手の調子はまあお任せになるでしょ。投球カーソル、まあフェード、まあ強い強い強い。あ、大丈夫か。お金普通、まあこんな感じか。 OKOKOK、OK OK OK、やっていきましょう。とにかくで、一応1軍選手はこんな感じですね。で、2軍にこの磯八くんかなっていう言えるんですけれども、おっとっと、磯八くんね、ちょっとね、ムード×を持ってるんで、ムード×はね、募集の時にも言ったんですけど、ちょいるだけでね、ちょっとみんなに悪影響を及ぼしちゃうんで、一旦2軍に、控えてもらってます。まあ、守備とかがね強いんですけど、まあ、多分赤徳をつけて調整していると思いますけど、ちょっとムード×はさすがに痛すぎるんで、で、1軍はもうこんな感じになってます。基本的にはあそこで設定したんだけどな、ちょっと変わってるね。ちょっともう一回設定し直しましょう。あ、1軍登録だからいいのか。起用設定、野手起用設定でもない。ベストオーダー、あ、ベストオーダーなってるか。多分これでいいと思う。キャッチャーは脇屋くんに任せて、 DH ありなんで、たぬきくんはちょっと4番打ってもらって、よし、これで良さそうだね。じゃあこのままいきましょう。1試合1試合やっていきますので、ペナントレース開幕、まあ、ここら辺はいいでしょう。オープン戦からやるのかな。あ、ちなみになんか監督とかはなんかサクセスキャラにした気がするんだけど、最初は楽天戦だね。試合に行きましょう。これは通常試合。ワンダーのやる気がなさすぎる。先発は今回杉浦君にお任せします。これもうペナントが始まってる。オープン戦とかではない？あんま見てなかったな、さっきの。開幕戦だね。開幕投手。東北楽天、右の則本。
マウンドに上がります。ここは則本か。通算1000奪三振まであと9つとしています。1000奪三振まで来てるんだ。注目の立ち上がり、まあ、ワンダーはねちょっと出てもらって走りたいよね。あれロックオンとかどうなってんの。初球から打ってった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは玉三郎。お、玉三郎。ロックオンは2でいいんだっけ。1にした方がいいような気もするけど、まあいいや。守備、守備はね大戸にしよう。よし、これでいこう。2番玉三郎くん投げました。則本って157キロも出るんだ、まあ、ただスロースターターだからな。最初のうちに打ち崩しておきたい。投球はこれから3球目。めっちゃパッと振ってんな玉三郎くん。センター前ヒット、クリーンヒットです。玉三郎いいバッティングを見せました。プロ初打席で西野くんもミートが高いんで、ここら辺はちょっと塁に出てもらう人たちかな。玉三郎足も速いね。一応まあ走れそうではある。投球はこれから3球目。打った、痛烈な当たり。繋いでいこう。ロックオンにはやっぱ結構打てるか。転々と転がっている。あ、そうだ、走塁オートじゃねえんだ。プロ初打席で見事ヒットが出ました。タヌキ第9球投げました。あ、しまった。初球打ち流した。少し流れたね。ミートがねどうしても小さめだから。あ、行くね行くね。やっぱロックオンは1にしよう。一直線入った入った。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。いや、タヌキくんのねパワー A のねパワーヒッターはねほんと使いやすい。ロックオンは1にしよう。ロックオンが2から1になるだけで全然違うからな。投げた、打ちました。初球打ち、ピッチャーの頭上、則本落下点に入った。あとはどれだけ点を取られないかだよね。結構点の取り合いとかになるからね。ランナーありません。木野くん投げた、初球打ちました。今のは失投だったからな。二塁までいける。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。木野ツーベースヒット。プロ初打席はツーベースヒットということになりました。みんなプロ初打席だからね。サンタモニカ威圧感。第9投げた、初球打った。繋いでいこう。走れる。いやちょっと危険だな。山陽のだ、いいバッティングを見せました。プロ初打席でヒットが出ました。ユッキーしまった。セカンド右へのゴロ。チャンスを生かせなかった。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって3対0ルーキーの杉浦。ルーキー、みんなルーキーでしょ多分。あ、でも設定とかあるのか。プロ何年目とか。先頭バッターはモギ。スローカーブ、勝ち運あるのがいいね。2球目ストライク。第3球を投げた、ボール内角低め投げました。打ちました、いい当たり。センター取れるか。玉三郎ナイス。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには。玉三郎は結構ね守備悪くなかった気がする。ストライク、まずは決めてきました。スローカーブ打ちました。キャッチャーいいね。動きはいい。やっぱり脇屋くん。バッターは3番銀次。第9、3人でシャットアウトしたい。ストライク、まずは入れてきました。見送ってボール。第3球を投げました。内角高め見送ってストライク。隅を使っていこう。投げました。打った。よーし。あ、ファウルか。第5球投げました。高めボール。セカンド。いいね。ユッキーはマジで動きがいいよ。杉浦、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。先行チーム、この回の攻撃は。さて、脇屋くんがとりあえず出てくれて。投げた、速い。150キロ。玉持ち持ってるけど、毎回言うけど結局玉持ちの効果がよくわからん。奪三持ちか。投げた、打った。でもこれポテンにはならない。噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。今日早くも2回目のバッターボックス。さて、ワンダー絶不調っていうのかな。投げた、ボール。まあ、でも交代できるだけの選手がいないからね、うちのチームは。投げた、打ちました。よし、藤田交代。これは2塁まで走ろう。バッティングです。バッターは2番玉三郎。いいね、玉三郎。え、これってさ予告盗塁とかじゃないの。飛び出すの勝手に。 ひどくないかっこ悪ワンダーかっこ悪。ちょっとツーアウトになっちゃったよ。いや、予約盗塁
のつもりだったんだけどな。牽制を入れたの今わからん。結局三者凡退になってしまった。よし、第2球投げました。見送ってボール。第3球、まあ、勝ち運もいいけどね。次が4球目、投げました。会心の当たり。オッケー。サンタモニカも動きは悪くないはず。ウィーラーいい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球投げました。スローカー、まあ、先発としては最低スタミナ D あればでもやってけんのかな。第4球を投げました。うわ打たれた。センターへ持っていった。ヒットになります。島内いいバッティングを見せました。ワンアウトか。アマダ、ストライク。アマダってなって併殺も知らねえ。まあ、ちょっと3球三振では決められないから、ストレートからの緩急、スローカーブ。打ちました。ファール。次は5球目、投げた。よし、OK。三振。左対左の勝負になります。第9。左対左って言ってもね、ゲーム内だからあんまり変わんない気がするんだよね。打ちました。取れる。サンタモニカ無理か。ピンチを広げてしまいました。直球によしいいところ。さあ次の投球、ちょっとずれた、ずれたけどこれは木野くんだったら問題なし。木野くんは確かレーザービームとかを持ってるのかな。二者残塁。先行チーム、この回はやっぱり最初のホームランがでかかったね。先頭バッターは3番西野、投げた。クリーンアップでやっぱり点を稼ぐっていうのがこのチームのやり方だと思うんで、投げた。まずは塁に出る。センター前進。出れなかった。センター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のダン。タヌキはもうマジで一発狙っていく。常に一発狙っていく。投げた。が上げてしまった。センターフライ。飛距離は出ていません。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番クニ。第1打席はピッチャーフライに倒れています。国重君もねパーヒッター持ってるんで狙っていこう。まずは見送りました。初球ストライクから調子も好調だし、投げたストライク。うわいいとこにスライダーを決めてくるよ。第3球を投げました。フォークか。ボール投げました。外、ストレートは外れてボール。第5球、これは狙いに行こう。投げました。いけるっしょ。ゴー、ダメだった。ファースト右、銀次自らベースを踏んで3アウト。先行チーム、ロックオン1にしてから。この回の攻撃はラストバッターから始まります。ちょっと打てなくなってるけど、まあ野球なんてそんなもんでしょ。初球スローカーブ、空振り。3回打席が回ってきて、だって1回打てればだいたい3割でしょ。いいバッティングを見せました。先頭バッター出してしまったな。ストライク。第2球投げました。強気に内で攻めていこう。さすがユッキー。二塁フォースアウト。よし、 OK、 ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。いや持ってかれてないね。よしよし、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。なんだかんだで三者凡退。パーク宮城からお送りしております。粘ってるね。東北楽天ゴールデンイーグルス対先行チーム。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは昨日、投げた。インローに送ってストライク。キレのある変化球。1球目ストライクから第2球投げた。打ちました。正面に行ってしまった。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番山陽小野田。なんて言ってる、山陽小野田っつってる投げた。初球から打ってった。フラフラっと上がった。もう初球からどんどん振ってくからな。セカンド掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番ちょっと下位打線、まあ、ユッキーはただ1球入魂があるからもう一発目でなんとか。うおー終わった。まずは見送りました。初球ストライクから第2球投げた。変化球ストライク。いいとこ投げるね。追い込まれました。第3球はボール。インローへ。開幕戦は取りたいな。第4球をピッチャーがなんとか抑えてくれれば。第5球投げました。打った。どうよこれはポテにはならないか。これで3アウトになります。先行チーム、結局三者凡退。銀次ウィーラーイーグルス。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番銀次。5番の人第1打席はセカンドフライに倒れています。投球は3球目投げました。1球外してボール。第4球も投げました。あっ
って引っ掛けた。フラフラ、いいね、やっぱ緩急いいね。余裕があります。ファースト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ウィーラー。ウィーラーはフルヒッターを持ってるのか、パワーヒッター自体は持ってない。見送ってストライク。いや、このスローカーブ打てないよ、やっぱり。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。球速は決して速くないけど、ストレートとスローカーブの緩急で打者を惑わす。これでツーアウト、ランナーありません。いいね、いいピッチャーだと思うよ。次、杉浦くん。インコース高めストライク、少し迷ったか。外角高め、直球は外れてボール。投げた、マシンで捉えた。オーケー。ユッキーはね、信頼できるからね。杉浦、見事イーグルス打線を抑え切りました。先行チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。第1打席はセンターフライに倒れています。うわー、しまった。かけた、ショート左横のフライになる。スライダーか。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。またここからワンダー出てくれ。第9、危ない球。とりあえずね、ワンダーは本当に塁に出ること。打ちました、ファルボール。内野安打もっていうかね、セーフティーバントもまあ決められるかもしれないけど、俺にセーフティーバントを決めるだけの技量がないからな。プレーセンター前、どうだ、よし、ナイスバッティングです。バッターは2番玉三郎、今日3打席目。第9、1塁ランナー、走ったけどどうよ、ゴー、外されたね。そりゃ外してくるか。楽天のキャッチャーって肩どうなの。打ちました、これは内野ゴロ。もぎ取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって3対0。5回の裏、3点を追いかけます。イーグルスの攻撃、やば、捉えられた。ノア持ってかれた。天田君に1号ホームランを許してしまった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スローカーブね、いきなり入っちゃうのはまずいのかな。左バッターボックスは岡島。第9、最初はシュートで初球はストライク。第2球投げました、アウトコース。やはり緩急をつけるときにスローカーブ。ボール、アウトコース低め、投げました。インハイの直球はボール。第5球、カミソリシュート、狙われてた。センターへの打球、ヒット、センター前ヒットになった。岡島、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番。バントか、確実に点を取ってくるね。初球送りバント、まあ一塁でいいでしょう。ユキ取ってアウト、ランナー二塁に進みました。よし、これは初球打ち、大丈夫。ショート右への打球アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げました、打ちました。ファースト取れるか、ファールグラウンドに入ったか。第二球投げました、打ちました。これもユッキいける。よし、いいね、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。見事だよ、本当にユッキーの動きは。前半が終わりまして、まあ1点取られたけど、ゲームは後半にしょうがない。先頭バッターは西野、投げた、ボール。投球これから2球目。乗るとなんか斜めがあるけど、全然あれ投げてこないね。打ちました、センター前進。センターフライとか多いな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはタヌキは狙ってく、マジで。しまった、スライダー。バットが空を切りました。1球目空振りから第2球投げた、ヒット、打ちました。何、センター前に出る、打ち返した打球はセンターへ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番国重、今日はこいつも狙っていく。ファーストゴロ、ボール。第2球、とにかくパワーヒッターもう一発を狙っていく。投げた、打ちました、痛烈、センター前ヒット、まあ、とりあえずヒット、ツーアウトからのランナー。ここからな、ちょっと下位打線に入ってくるからな。初球打ちました、島内、落下点に入った、取ってこれでスリーアウトチェンジ。島内くん大変だね、ポン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 ボールが飛んでくるからな。よし、6回までいった、まだスタミナ半分にある。うまくいけば完投できるんじゃないか。ピッチャー陣の層が薄いからね、ゲできれば完投してもらいたいけど、持ってかれたか。テゲーロにも1号、先ほどのプレーです。ちょっとスタミナがなくなるまでは頑張ってもらいたい。バッターは3番銀次、今日はセカンドフライとファーストフライ、危ない球、
投球これから2球目。スローカーブ狙われると結構きついな。木野君は大丈夫。これでワンアウト、ランナーはありません。外野のね、守備力は上がってるからね、練習試合に比べて。で4番気をつけよう。引っ掛けた。これは平凡なレフト。ワンダーがもうサードに回ってます。これでツーアウト、ランナーありません。やっぱりライトにはレーザービーム持ちを入れたいからね。投球はこれから3球目。外角低め見送ってストライク。第4球を投げました。打った。今のはボール球。第5球投げました。よーし、OK。杉浦三安がうなります。楽天生命パーク宮のりも。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップ最初の一発以来点が入ってないからな。あ、福山に変わった。第2球内角低め見送ってストライク。打球反応逃げ球。ツーシームか。投球これから4球目。ちょっとストレート主体で押してくるね。センター方向へ持っていきましたが掴みました。また島内のセンター。センターフライ何回飛んでんだよ。セカンドゴロとセカンドフライ、そういうタイミングなんだろうな。1球目ストレート空振り。対左は F か。投げた、打ちました。あっと引っ掛けた。これは無理か。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは9番。今日はセンター。まあただ次は1番打者から回るようにすればまた点につなげられるかな。投げた、打った。銀次交代、取りました。これで3アウト。こういう時ってアウトにした方がいいのかね。1番から打順が回るように。うちのチームとかこういうのあんのかな。何もそういう設定とかしてないんだけど。先頭バッターは指名打者、初球を打った。山陽王のボールを取る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番岡島。決まってストライク。まずは入れてきました。2球目空振り、タイミング合いません。スローカーブ、打ちました。ファウルボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目。見送ってボール。さてそこからの内側の緩急。センターへ飛んだ。これはヒットになります。岡島いいバッティングを見せました。さあ、お、ひじり違う。あ、ダイソーか。ちょっと外してこう。え、スローカーブなんて投げてらんないよ。やっぱ走ってきた。これは引っ掛けた。マジか。ライト無理か。ちょっとピンチを迎えたね。先行チーム同点のピンチを迎えます。しかも足の速いやつが、そうだね、ターニングポイントになるね。二塁にいるからな。初球から打ってった。これは打ち取った。掴みました。こんなところでワンダーエラーしたらマジぶっ飛ばしもんだからな。第9投げました。あー、これもスローカーブちょっと狙ってくるね。ここは抑えてもらいたい。ただうちのエースとして、エースとして一つ壁を乗り越えてもらいたい。嫉妬か。やはりこういう場面はきついか。インコース引っ張った。ぐーっと伸びて右に切れました。粘ってくるね。よーし、 OK。 さすが。さあリプレイです。ナイス。杉浦見事に流れを断ち切りました。先行チーム、このまま流れをものにしたい気迫が伝わってまいります。さてここからトップバッターよ。まずワンダー、いいね、燃えている。よし、塁に出る。ちょっと盗塁は下手くそだからやめとこう。そうだね、バントだね。バントで確実に送ってこう。 OK。 ミート CR ってことはちょっとでかいの。いや、やっぱり開いてこう。うちのチーム、すべてアベレージヒッターがいなくないか。アベレージヒッター持ちがここら辺で来てくれるとな。すげえ助かるんだけど、まあさすがにそこまでの選手能力は要求できないか。いや、これは無理だな。タヌキ任せるぞマジで。ちょっと待って、シュートは見送る。これはボール。4番の意地を見せてやれ。これは入ってくるけど無理だよ、打てないよ。4球目。おお、きょどい。
投球これから5球目。これはおお入れてきた、すげえ際どい。マジかー。いやーまだただ1点差。もう1回いけるかこのスタミナ。ただペゲーロとかなんでさパワー A なのに2番に座ってんの。広角打法とか持ってるしさ。危ねえ一応三振。よしよしよし、ここからクリーンナップが来るからな。ちょっと2回連続で苦しい場面が続いてるけど、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。打ちました。今のはボール球、シュート1回内側に切り込ませよう。でそこから外へのスローカーブ、ギリギリいっぱいのところにセンター。玉三郎 OK。 掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ウィーラー。これが4度目のバッターボックス。スローカーブ、よしユッキー、ナイス。アウト、スリーアウトチェンジ。杉浦三者凡退に抑えています。高梨降板、マウンド上は青山。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれる。さてこいつもちょっと一発狙っていけるかな。高め、しまった。引っ掛けたセカンドの頭上を封じた。余裕があります。これ6の1だったらさ負けてたかもしれないね。ランナーはありません。負けてたかもしれないねってさ、まだ勝ちも決まってねえし。投げた、もう1点欲しい。もう1点。第2球投げた、完全に外れた。ボール、木野君も出れば足 C か。投げた、打ちました。いい当たり、よし超えたね。頭2塁までいけるか。足 C、 ちょっとここは OKOKOK、 結構余裕だった。昨日ツーベースヒットを放ちました。リプレイをご覧ください。さて下位打線でどうやっていくか。スライダー、高速スライダーか。第2球投げた、まずい、危ない。第3球を投げた、打った、どうだ、無理か。掴みました。これで長打が出ればな、帰ってこれんだけどな。ユッキーの1球入魂にかけよう。第1球1球入魂、どうだ、これはフェア。よしよしよし、ユッキーも2塁に行ける。ナイス、さすが1球入魂。先ほどのプレーです。いいね、ライト線。さて一応チャンスへ、もう狙ってこう。 OK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 、 ここでもう楽天の心をへし折ろう。9回に来てこれかよみたいな。みんなあれだな、カジバのバカ力的なの持ってんな。ここまでヒット。そしてワンダー、ワンダー何気に猛打賞じゃん。インロー、外れてボール。第2球投げました、打ちました、ショート右の当たり。まあしょうがない。アウト、スリーアウトチェンジ。どうする、スタミナ次第で完投させる。いやきついな、きついけどな。これやっぱスタミナがあるうちに変えた方がさ回復早くなるのかな。ハンマー抑え、変えよう、任せよう、ハンマーに。ハンマーカンマー、何ネタだかよく分かんないけど、これもスローカーブか、緩急だね。球速が速い。ただ若干コントロールに難があるけど、スローカーブね、変化量が多いからね、緩急つけられるし。これはサンタモニカ、よし OK、 守備範囲内。天田君、天田君に打たれてる。初球持ってるしな。ちょっとこれはお外そうかと思ったけど入った。チェンジアップはしまった。最後に投げた方が良かったかな。よし OK、 鳴宮投球でいこう。チェンジアップはウィニングショット。あ、ダイソーの肘さは、まあ、まずはやっぱりちょっとストレートを入れざるを得ないな。よし前進守備、なんで前進守備してんだ。あれ前進守備だったよね今なんか。 OKOKOK、 解消。そう監督進藤君いないもんだって、別に監督にするような人。いや杉浦確かに大活躍だったな。
勝利投手は杉浦、敗戦投手は則本、先行チーム全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、楽天生命パーク宮城よりお伝えしました。まあこれだね、これがなかったらかなり危なかったな。この時はまだロックオン2だったからね、うまくホームラン持っていけたけど、まあ、ただバランス的にはやっぱりこれが一番いいのかな。あ、まだあのソロホームランか。スローカーブやっぱすげえ曲がんな。ユッキーいいね、セカンド。よし、開幕勝利。タヌキ1号、アマダー君とペゲーロに1号が出てますね。杉浦師匠、ハンマー1セーブ。よし、オッケー。ビジター勝利。期待の新人出場って期待の新人ばっかりだと思うんだけど、スリーランホームランエースで勝利。いや本当に杉浦君エースなの？本当にっていうのもなんかあれだけど。はい、というところで、じゃあまあ1日1試合ずつ進めていきますか。とりあえず杉浦君で開幕、白星を飾ることができましたので、まあこの後も試合をやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。